こんにちは、リサです。今日はタイのドラマ F4 タイランド第4話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。いやー、前回ね、レンがフランスに行ってしまって、もう超寂しいのですが、やっぱりね、レンは逸材でしたよね。まあ、レンというかデュークというか、なんかもう不思議さとかっこよさと可愛さの共存。いや、本当にいいキャラだった。早くタイに帰ってきてほしいですね。とそのまあレンのことをね、こう恋しく思いつつ、タームですよ、ターム。今回はね、もうタームがいよいよ本気を出してきました。いや、本当ね、この F4 のタームの魅力やばいですね。今回冒頭ね、その雨の中、こう子犬のようにゴーヤちゃんのことをずっと待っていたかと思いきや、その後すごい俺様を発揮してきて、もうどっちなの、子犬なの、俺様なのってなりますよね。なんかそう、ナチュラルに彼はキャラブレしていてね、それなのに本人は自分の F4 のイメージをすごく大切にしているっていうじゃないですか。もうそこのなんか全然その言ってることとやってることが違うところが可愛いんですよね。まずこう、なんだろう、長文を喋るともうダメじゃないですか。言い間違いね。タイ語苦手だから彼は。その喋るととにかく可愛い。で、こう喋んない方がね、そのいいと思いますけど、イメージを守りたいならば。喋らずに手を出していたから、学校でちょっとこう強権を使えていたのかと思うんですけど。まあそれにしてもね、このブライト君のこのターム役のハマりっぷりがえぐいんですね、やっぱり。こう彼の眉間の開き具合、なんかその眉間の開き具合でモデルのようなバチバチの決め顔と、あと赤ちゃんみたいなこうんっていう感じのキョトン顔が一瞬で切り替わるじゃないですかね。そこがすごくいいんですよね。表情筋がね、すごくタームに向いているなと思いました。めちゃくちゃピンポイントな適性ですけど、そのブライト君のね、こう表情筋がすごくタームっぽい。トゥギャザーでサラワットをやっていた時は、決め顔がベースだったんですけど、でも今回のタームの時はそのベースがキョトン顔なんですよね、多分。で、その、みんなの前にいるときとか、その、やっぱ自分を強く見せようとするときに、こう頑張って、こう、眉間にシワを寄せている感じですよね。F4 でも1話2話くらいまでは、その決め顔を頑張っていたんだけど、もう今はダメですよね。4話になったらもう緩みまくりみたいな感じで。まあここからさらにもっとこう表情豊かなタームが出てくるのも楽しみですね。で、その肝心のゴーヤーちゃんですよ。今はね、やっぱりまだゴーヤーちゃんの気持ちってレンの方にあると思うんですけどね、若干ね。ただそのタームのゴリ押しによって、こうどんどんゴーヤーちゃんもほだされていっているじゃないですかね。いいですよね。まあ、デート、一応あれをデートと呼ぶのだと思いますが、そのデートの時もこう強引なんだけど、すごく可愛いし、その最後ね、車で家まで送ってきてくれた時に、その、まあ、去り際、こうまたなとか、またデートしようなみたいな感じでめっちゃ念を押して帰っていくじゃないですか。すごい念を押されている。あれもすごい可愛いですよね。 F4 は多分そんな念の押し方しないぞって思ったんですけど。で、そのデートもね、全体的に全然スマートじゃないし、その後もその突然家に薬を持ってきちゃうのとかも、まあ突然来るのはちょっとやめてくれと思いますけど、だけどそのあの時は車で家の前にこう乗りつけてババーンっていう感じではなくて、こうなぜか徒歩でテクテクやってきて、で空いてたから入っちゃったっていうところ
あのキョトンとした顔もすごい可愛いなと思うんですよ。うん。いや、だから F4 のイメージを大事にしてるんじゃないのかなって。何も守れていないですよね、イメージを。うん。レンはね、すごい不思議くんだったけど、でもタームはめちゃくちゃ天然じゃないですか。うん。だからね、こう、ギャップの激しいタームの方が、まあちょっと勝ちかなって感じがしますね。いや、何の勝負かわかんないんですけど、なんかちょっと勝ちっぽい。うん。ただね、もう、タームの方はゴーヤちゃんに対して本気だと思うんですけど、でも、ゴーヤちゃんの心は、ね、どうやったらレンからタームの方に向くのかっていう問題、うん、そういう問題があるじゃないですか。うん、やはりレンの帰国待望論ですよ。私すごい思うんですけど、そのいない人っていうのを超えるのはめっちゃ難しいんですよね。うん、そのレンは今フランスに行っちゃったのでタイにいないじゃないですか。ね、この、その本人がいないっていう状態で、そのタームがレンのことを超えるのってすごい大変なんですよ。うん。だっていない人って勝手にどんどん理想化されていくんですよね。うん。ゴーヤちゃんからしてみれば、そのレンは優しかったなとか、レンがいたら助けてくれたかもしれないのにとか、そのまあレンがいてくれたら頑張れるのに。とかってね、その勝手にどんどんいい方にその考えていくんですよね。そのイメージがどん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 こう良くなっていく。うん。で、ゴーヤーちゃんはむしろそのレンへの気持ちを募らせていってしまうことになると思うんですよ。うん。返せていないハンカチを握りしめてね。うん。で、かつ肝心のタームもそのレンのことを大好きじゃないですか。幼馴染としてね。うん。だから、タームとしても、フランスに行っている、レンのことをね、彼がいない間に、貶めたりすることって絶対できないわけですよ。うん。むしろ、いないからこそ、レンはめっちゃいいやつなんだとかって言っちゃうわけですよね。そう、本人には言えないし、本人に謝ることもできないんだけど、でも、レンはめっちゃいいやつって陰で言っちゃうやつね。うん。もう、そんなんだから、レンがいない間にゴーヤちゃんのことを強引に奪うとか、そういうのはね、できないんですよ、タームは。となると、もう、とにもかくにも、レンの帰国が待たれる。うん。早く帰ってきてほしい。っていうか、もう普通に早くね、レンの笑顔がまた見たいですよね。はい。でも、まあそんなレンがいない間もですね、やはり F4 はすごいなっていうことで、次回はとうとうガウィンくんの活躍会っぽくないですか？ウィンちゃんが演じているガウィンくんね。うん。なんか、徐々に存在感がアップしてきましたね。いやー、彼もね、めっちゃかっこいい。うん。ウィンちゃんね、トゥギャザーやってた時よりも、かなり体を鍛えている感じがするじゃないですか。なんかもう肩幅とか全然違うし。うん。だから、ついにその進化を発揮する時がね、やってきてしまうのではないかと思います。うん。メガネを外したら、すごく強くなるタイプかもしれない。もしかしたら。うん、そんなウィンちゃんが見れるのかもしれませんね。はい、すごい楽しみです。ということで、今回も4話のレビューお付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。